みなさんこんにちは、キラキラビチャンネルのゆめあです。今日は待ちに待ったこれが届きました。じゃん、こちらです。じゃん、ちょっとね、4枚あるんですけど、はい、皆さんこれを見てね、何かわかりますか？なんと、これはずっと前にこの動画で紹介したディフォルメシールウェハースその2のウェハースの袋バーコードを9枚やって1個応募できる煉獄さんのシールです。イエーイ。今回はこれを開封していきたいと思います。レッツキラキラ。これはね、結構ね、もうずっと待ってたんですよ。チラッと、ね、見たんですけど、やばいのよ。はい、それでは皆さんにもお見せいたします。ドゥ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 、わー、こちらです。めっちゃかっこよくないですか、これ。なんだなー、やばくないですか、これ。めっちゃさ、こうキラキラしてるのよ。ちょっと待ってね。煉獄さんの方がなんか豪華。ほら、これだよね、多分に。ほら、こういう感じです。こんな感じでした。はい、じゃん。で、後ろがね、撮ってみるね。バババブーン。後ろが富岡さんとかと違うのよ。みんな呼吸煉獄教授郎って書いてあります。こんな感じです。そしてなんとディフォルメシールウェハースその3が2021年2月発売予定です。イエーイ。はい、今度もね、これをね、買ってね、紹介をね、していきたいと思います。はい、これだけでね、ちょっとなんていうの、尺様が短いということで、なんとこんなのを買いましたよ。じゃーん、鬼滅の刃のハガキです。こちらもおまけに紹介していきたいと思います。はい、こちらはがきで全部で4種類で、1パックっていうのが3枚入りで660円だそうです。詳しいものはね、こちらになってます。はい、それで紹介していきます。まず1つ目ちゃんがこれです。炭治郎、禰豆子、伊之助、善逸のやつです。こんな感じ。2パターン目、2パターン目がババーン、ハシルです。私の大好きなシルバさんがね、このね、なんていうの、センターにいるんですよ。すごくないですか、センターっていう感じです。しかもここがね、鬼滅のね、羽織の模様がになってます。こんな感じで。はい、で3パターン目がこれです。今度はね、煉獄さん、炭治郎、禰豆子、伊之助さ、この全員がどこにいるかと思っちゃう。これ、あ、これです。全員がね、なんていうの、タコに連れられてる。次、バン、4パターン目。もうまたさ、4人だと思うじゃん。全員がいます。はい。こんな感じです。なんか結構今年はさ、縁側の関係にもよって煉獄さんが結構人気になってるんですけど。はい、まあ、今回はちょっとこれでね、結構短い動画になるんですけど、このね、おはがきさん、待ちに待った届いたこのシールを紹介してみました。もしこの動画が少しでもいいと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。 TikTok と Twitter もやってるので調べてください。バイバイ、また見てね。